Now, right? Hello, everybody. It's Ben Kato です。今回からですね、The Sims 4というゲームをやっていこうと思います。このゲーム、年末セールで、年末じゃねえや、年明けセールの方で安くなってたんでね、ちょっと買ってしまいました。へへー。いやー、で、買ったのはデラックスエディションなんでね、いろいろとなんか追加されてるんで、まあ、早速やっていきましょう。アンブリア、ウンブルなんとかかんとかとか言ってますけど。まあ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 。まあ俺は声からわかると思うけど男ですからね。こんな低い声の女性は嫌だな。で、シムズ3の方はね、昔やってたことはあるんだけど、まあなんかシムズ4とかもやったことないからね。まあ全くの未体験となるんでよろしくお願いします。で、男だけど女性的とかまあいろいろとあるわな。なんか嫌だなこれ。俺こんな男やだわ。ちょっともうちょっとなんかかっこよくしたいね。で、服装の好みとかもまあ男性的女性的とかあるけど、これねちょっと他のちょっと立ち上げてね大丈夫かどうか見た時にですね、これあったんですけど、このシムは他のシムを妊娠させることができるって、まあ男だからわかるけどさ、妊娠することができるってなんだろう、ちょっとホモを通り越してるよね。まあどちらも言えばまあ不妊症とかまあわかるけどさ、男が妊娠できるってどういうことなんだ。なんか野獣先輩よりももっとなんか上を行ってるみたいな。ちょっとそれがあったんで、ちょっと見せたかっただけです。じゃあちょっと男性でやっていきましょうか。なんかいろいろとあんのな。なんかこうプリセットとかないのかな。シム追加。うん。トゥインポリンガだってよ。悪役じゃねえかよ声が。ちょっとまあさっきよりかなりマシにはなったな。じゃあ俺たちは日本人だから日本人っぽくやってみるか。これぐらいか。でもアジアって言ったらオッケー。で、肌のディティールか。年寄りじゃねえけ。これがあるだけで、なんか一気になんか老けたって感じがするね。で、シミと、そばかすと、これはほくろか。もう俺も意外と泣きぼくろあるからな。ちょ、これつけとくか。で、歯か。懐かしいな、俺も昔矯正してたからな。なんて言うんだっけこれ、スキッパって言うんだっけ。まあ普通の歯でいいか。で、顔な。まあ顔はこれか。で、髪型はいろいろとあるけど。シュールだな、おい。で、これがまあスキンヘッドやな。なんかちょっとこれは違うな。まあ最近はこんな感じの髪型が流行ってるかな。なんかトゲトゲしいモヒカンとかはないのか。デビッドカッパーじゃねえな。あれはマジシャンだな。デビッドスタイル。あ、でもこれも意外と流行ってるよね。でもやっぱり俺はモヒカンだ。嘘です。これはなんかホストっぽいな。ファイナルファンタジーのなんか主人公みたいな。俺も今ロン毛だからな、こんな感じなんだよな。これでいっか。じゃあ、てかショートとか色あんのか。へえ、あ、なんか色とあんのか。で、ヒゲか。俺もな、意外とヒゲの方は剃んないといけないからな、バイトの都合上。あ、でもなんかヒゲあった方がちょっとなんか
なんか超あ絶対いるよね街にこんなん。あこれでいっかじゃあ。で帽子もなんかあのデラックスエディションとかあるんで、いろいろと追加されてんですよね。なんだよこれ。完全にダースベイダーじゃん。ボバフェット。俺もスターウォーズ見たことないんだよな。でレスラーか。とは言っても俺はあんまり帽子好きじゃねえからな。これでいっか。でアクセサリーか。俺はメガネかけてっからな。これかな。うん。で色は黒はあるかな。ねえか。あメガネのつるか。ここがまあ黒だな。で俺はネックレスしねえしな。イヤリングもしません。メイクアップか。いやそれは特にやんねえからいいか。よし、ここもなんかちょっと地味にいじれるっぽいんだよね。ほう、意外と俺痩せてっかんな。ほうこけてんだよね。なんだろう、ふっくら。こんな感じかい。意外と俺もまあこんな感じでいっか。意外と満足したな。服はなんだろうな。俺も結構ズボラだかんな。ただのシャツって時多いかんな。こんな服とか着ねえな。あーでもチェックも多いかもな。なかなかこうしっくりくるのがないな。あーあったこれか。意外と俺黒の T シャツとか着るの多いからな。胴体、俺はひょろがりです。スタイルルックどういうこと？なんかこういうのあるのな。カントリークラブカジュアルエモトレイってなんだよ。てかさっき選んだ服がなくなってんな。ああそういうことか。でもおしゃれのスーツって言うけどさ、普通こういうスーツじゃねえか。サラリーマンだ。ちょっといいなんか会社に入ったサラリーマンじゃねえかよ。いいかこれで。で、まあ運動着はこれかな。このスタイルいいね。でパジャマか。パジャマな。俺こういうの着ねえかんな。ガウンなんか着ねえし、着るとしたらこういうタイプか。でアフターファイブビップパーティーなんか行かねえしな。なんだろう。で、小学生の頃こんな感じだったな。よく水泳クラブとかいたからね。まあでもさすがにトランクスやりたら恥ずかしいような気がするな。クリンボー、クリンボーなんだよ。これがプリス、まあ一応これがプリセットって感じだね。じゃあで、じゃあちょっと戻しとかねえとな。なんか街中のカメラマンって感じだなこれ。
意外となんか気に入ってしまったわ。そうそう、あんま帽子かぶんでていたけど、帽子あってもいいかもな。でもどうだろう、意外とね俺フェドラーとかに憧れるんだよね。さすがにこれはねえわな。まあなしでいっか。あとは上か。あ、シャツもさっき選んだやつか、これか。あ、でもタンクトップとかセーターとかもあんのか。トレーナーいいかもな。俺黒ばっか着ちゃうんだよね。これいいか。で、下か。ジーンズねえから。あ、意外とカーゴパンツとかもいいかもな。カーゴパンツね、俺黒は多いかな。完全に黒っていうね。無難な。もうなんか、無難っていうと聞こえはいいけどさ、要するにただのズボラっていうね。腕時計つけてるけど、手袋とかしねえな。で、靴か。靴も俺いつも運動靴だしな。最近はウォーキングシューズになっちゃったけど、それも黒なんだよね。俺バイト先でさ、犯罪者って言われたからね、一回。ファッションがお前殺し屋かよみたいな。あれはちょっとだけショックだったな。キャラメイクだけですっごい時間取れちゃうか、かかっちゃうんだよな。まあ、でも実際こんな感じか。意外と俺に近くも近いよね、近くないような。まあキャラクターなんかね。じゃあ名前はどうしようか。田中か、高橋、マーティン、鈴木。そうそう、まあなんだろう、ありえない名前にしといた方がいいかな。あ、でもガッサンとか普通にいるしな、鍛冶屋とかで。なんだ、じゃあ水鍋、かまどうま。水鍋かまどうまってただの虫じゃねえかよ。ボブフラ、どうも私の名前は水鍋ボブフラです。水鍋豚汁。どうしよう。豚汁。正直考えたことなかったからな。古い。じゃあそう。あれもなんか、フル鍋、あ、水鍋、やすきや、やすき水鍋みたいな。この安いの木の木は当て字やな。まあ、北のなあれでやすきにこれにしようか。っていうか思ったけどさ、北のでいいか。水鍋鬼太郎でございます。で、願望か。願望なんだろうな。俺はくっちゃにしてっていうのがあるけど、
家族、まあいずれ結婚してえなと思うけど、それはまあ願望なのかな。そうだな、いつも彼女欲しいって言うから愛だな。じゃあ魅力的なのか。あーでも俺運動嫌いらしいな、一脱。うん、わからんな、想像的にいいか。ベストセラー作家、音楽の天才。うん、愛はなんだ。連続ロマンチスト。は、俺には無理な話だな。うん、家族、最高の幸せな家族。メーカー、勝ち組の家族が欲しいのです。どういうことやね。人気、世界の友人、パーティー好き、ジョークスター。まあ俺に当てはまんねえな。知識、コンピューター名人、これだな。で、特性か、特質か。スパノ、実際みんなから見て俺はどうなんだっていう話だけどな。まあオタクは変わ、オタクではあるな俺は、おそらく。で俺はアウトドア嫌いだな。正直俺盗んだことねえしな。あ、これだね、一匹狼だな。で、なんだろう。俺は善人ではないと、まあ善人なのか。自分のことを自分で善人っていうのもすごい嫌だしな。まあ俺は武将者やな。いや、でもそこまで汚くねえよ俺は。あ、まあでもいっか、これで。じゃあ水鍋鬼太郎の完成です。で、これはなんだ。声か。フレンドリー。Ooh, from. Not such a bean. Bobsonay's a torb. 女みたいな声だろ。Kusara. Finaya Spuno. Gusha Blanco. まあこんな感じでいっか。で、デフォルトの歩き方か。Dag. まあこれでいっか。よし、じゃあこれでやっていきましょうか。もうこれだけで20分っていうね。水鍋、まあ独身でございますな。引っ越し中、シムに休む場所が必要です。ウィロークリークやオアシススプリングスにあるあなたにぴったりの家をいくつか紹介します。住む家を決めると環境アクティビティも同時に選択されることになりますが、心配する必要はありません。あなたはいつでもザ・シムス4のあらゆるワールドに行ったり移住することができます。ちょっともうちょっと見てみると思ったけど、ぶっちゃけ俺はどうしようか。ニュークレスト、街の中やな。で、街の中のなんかちっちゃいなんかところにこじんまりと住むのもありかもな。とは言ってもなんか多少はでかい方がいいんじゃねえかな。どうだろう。コフィンカーリュー、オークアルコール。じゃあオーカール神戸ってところに引っ越そうか。よし、じゃあ俺の生活、まあなんか新しい生活を送るとしますか。生活モード、生活モードはシムが食事、睡眠、会話などの普段の生活をするモードです。プレイヤーはシムをコントロールできます。コントロール中、シムス4では数多くの新しい特徴があります。すべてを確認する前に基本をカバーしなければなりません。せやな。うん。まあこれが水波鬼太郎やな。どっか行ったよ。携帯、イカのことを考えてんな。
カメラボタンをクリックするか、コントロールシフトタブで、これクリックすると追従か。でこれで今ポーズしたね。でアクションキュー、ああこれが今携帯とか晴らしてるよってことか。感情に夢中、シムはありとあらゆる感情を持つことができ、それがシムの人生にさまざまな影響を及ぼすようになっています。早速あなたのシムをひらめき状態にして感情がどのように動くか試してみましょう。どういうこと？ひらめきのムードレッド付与します。よりクリエイティブになると、ひらめいた、あはあ、あーここの左下で自分のキャラクターのなんか顔とかムードが分かるのか。ひらめきプラス5、ひらめきの爆発、チュートリアルによる、このシーンは突発的にひらめきを感じました。建築モードの冷蔵庫を購入してあげましょう。建築モード、なんかうさぎ小屋でいいかな。ここにいろいろとなんかあるんだよね。でもなんか自分で作りたいっていうのもあるよな。ここで建築モード、はあはあはあ、部屋別のオブジェクト、機能別のオブジェクト、座ったりとかか。なんか超なんかゴージャスな家、椅子があるね。ちょっと作ってみるか。スタイルルーム、ああもうこれが整ってるって感じか。はあはあはあ、ただのキッチンだねこれ。俺はキッチンに住めというのか、俺にシェフとなれというのか。そなたは、このスタイルルームにはレイアウト済みの、まあめんどくせえって思ったらここから選べよってことやな。あーなるほど。あこれがシャレオツやね。でこれで自分の家を作ることができると。部屋ツール、地下室ツール、地下室でなんか監禁とかで部屋をクリックしてオプションを確認してください。部屋を移動、さてじゃあ早速作ってみるか。まあここがここメインストリートなわけだな。でこれがポストか、こっちが開くんだな。まあ実際これぐらいでいいか。ドンと立てて、ドア、まあシングル普通のドアでいいか。よしちょっとで、まあ一人暮らしだからな、ちっちゃくてはいいと思うけど。でどうしようかな。まあ一人暮らしの家ってことはやっぱり、まあ 1LDK とかそういうもんかね。となると、まあ、まず寝るとこだわな。まあ、ベッドはなんかこう凝ったものがいいんだろうけど、幼児用ベッドとかあんのかよ。キンダーメイド、なんかこれ全部子供用じゃね。違うか、大丈夫か、子供部屋じゃないよね。あでもこれ意外といいかもな。あでも
なんだこれは。私たちの現実の目をそらした時にだけ本当の意味で想像力を解き放つことができます。私たちは完璧なベッドを作るためにまず昼寝をしました。おお、そうしたところ夢の中にこのデザインが現れたのです。あ、でもなんか休むとなんか結構アイデアが出てくるってなるよね。あ、でもこの普通のベッドでもいいかもな。意外となんか俺はね、ベッドに神棚が欲しいんだよな。あ、でもこのベッドでいいか。で、ナイトスタンド置いて、まあ白でね、普通にシンプルなものが欲しいんで。で、ドレッサーか。普通に、まあなんか、イケアで買ったなんかドレッサーみたいな、こんな感じでいいかな。窓は後でいっか。壁も、壁紙もあんまいらねえか。てかこれもうちょっと部屋広くしねえとダメだな。これでいっか。てか壁どうやって取り壊すんだ。ここの上にあったりとか。区間の聖地違うな。ハンマー、これで壊すのか。なんかでもちょっとめんどくさくね。あー、でもこれでいっか。ちょっとこっち、あー、でもそっか、トイレとか考えないといけねえな。入って、あー、どの道ここを壁でよかったか。よいしょと。おー、でこれでまあベッドルーム兼なんかリビングルームみたいな感じでいっか。でドアか。まあ風呂場のドアだからな。まあ普通のこの木製ドアでいっか。で入ったら俺は洗面台が欲しいな。あ、でも洗濯機も欲しいか。洗濯機必要だよな。あー、でも日本だとトイレと風呂場が分かれてるのも多いんだけど、実際なんかあの場所ケチるためだったらやっぱりなんか一つってところが多いかな。一つでいいか。普通のお風呂で、そういえば風呂場ってのができねえのか。風呂場、風呂場ってのがそっかないのか。あ、これ売る、これだ、これが欲しいんだ。まあ風呂とシャワーがまあ一つになってればね、俺はいいや。で、トイレット、高級オマルってなんかシュールだな。まあなんかたまにさ、黒いなんか便所とかあるけどさ、白の方がいいわな。シンプルイズザベスト。なんかでもな、シャワー見ながら自分のトイレは見たくねえってなんか思っちゃうけど、まあでも意外と実際こういうもんかな。あとシンクか。シンクはぶっちゃけなんか普通のでいいんじゃね。対応したオブジェクトの上につける必要がある。何つけないといけないんだ。じゃあ、あ、トイレペーパー、トイレペーパー必要だな。
なんか、壁をなんかもっと立ち上げるとかできないかな？ああ、オッケーオッケー。これなんか上にあっても意味ねえよな。でも実際トイレ、トイレットペーパー、どんな感じだ？効果だい、まあ、大体こんな感じか。バス用品とかもこう立てておいておくか。よいしょと。で、洗面台だよな。これ何につけりゃいいんだ？あ、でもこれもなんか意外といいかもな。よいしょと。で、やっぱり手を拭くとものを欲しいわな。で、俺はぶっちゃけなんかシャンプーがあればいいだけだからな。洗濯機いねえのかな、洗濯機。ランドリーのなんか洗濯機ねえのかな。あると思うけどな、普通。洗濯機ない。マジか、意外とないもんなんだな、洗濯機。あれかな、外になんか洗濯しに行ってるとか、そんな感じかな。まあ、あと明かりか。明かりは何しようかな。まあ、でも実際なんか、洗面台ってこんな感じの明かりじゃね？で、トイレは、あ、でもなんか洗面台もなんか暗いと嫌だよね。どうしようかな。でも上から照らすって言ってもな、こうやっぱり選ばないとな。分光ランプ、あ、でもこれでいっか。これで十分明るいか。よし、じゃあお手洗いはこんなもんか。観葉植物あってもいいかもしんねえな。なんか消臭みたいな感じで。いらねえか。あ、そうだ、鏡か、鏡忘れてたな。よいしょと。 H で選択か。ちょっとこれもうちょっと上だな。まあ、でも実際こんなもんかな。で、そっか、バスタオルか。バスタオルじゃなくて足拭きマットか。これはでかすぎるな。これもでかすぎるな。なんか足に優しいやつが欲しいよね。天才的発想。ブロケーロ。あれ、なんか、バスマットってなくない？サイズあるは絶対足痛いと思うんだよね。絨毯。インドア絨毯、エコ絨毯、アラーミ絨毯。なんかちょっとこの可愛らしいやつでいいか。
ハッピーファミリー絨毯。なんか意外とこういうのもあるよね。なんか安売りしてたから買ってきたよみたいな。っていうか金がちょっとやばいな。入ってきて、まあベッドルーム兼なんだリビングルームだからな。明かりだな。俺の部屋をちょっとなんかパッと見るとなんか天井になんかこう LED のやつついてんだよな。壁にかかってるのはねえんだよな。これはや、これやなんかちょっとファンシーすぎんだよな。目に優しくない天井とどういうことだよ。水切りボールを再利用したシェードを通して素晴らしい光を投げてくる奇抜な、いやこれはノルマンディクライト、あでもこれ普通にありそうだな。 OK、 実際こういうなんか明かりありそうだよね。でキッチンか、飯作るとかねえとな。で冷蔵庫、冷蔵庫、いっちゃん安いやつはどれだ。これか。素直に打ち明けます、この冷蔵庫は野菜室がありません。でも下に野菜室と書いてある引き出しがありますね。実はこれただの引き出しです。でもこれであなたの信頼を勝ち取ることができたはずです。食べ物を保管したいというあなたのニーズに大半に応えることができる。バジェットディラックスを選びたくなったでしょう。草生えるわ。まあでも金ねえからもうこれでいいか。でコンロか。ヤムクッカー、家計に優しいこの流線型のオーブンがあれば料理そのものの喜びをもう一度感じることができます。あ安いやつでいいわな。あれ簡単か。こんなもんか。これとこの安いヤムクッカートンと置いて、ポスティリオン、これなんか配管工もあるよね。壁掛け式のこれがこれこんな感じだな。でレンチンがここに乗るんだよな。で流し必要じゃね。洗面台、ろうの工業用流し台、いやなんかなんだろうな。キッチンって言ったらディバイン、丸はないな、四角だな。やっぱセンサーカウンターシンク、ぶっちゃけこういうのも多いような気がするんだよな。てか普通のな何もないあれも必要だな。でゴミ箱か、赤ちゃんの初めてのゴミ箱、ちっちゃ。カメラ、ジェネリックのプラスチック製ゴミ箱、まあこれかな。でアラーム、アラーズスモークアラーム、仕事熱さなセンサーと甲高くなやかましいアラームという不可欠な機能を兼ね備えた遠検知器です。
まあじゃあこれここに置いとくか。サライライ君プロ欲しいな。まあいずれだな。あれはちょっと高いわ。ゴミ箱ある。カウンターもいらねえし。なんかお茶とか入れるものとかは別にいらねえか。まあ換気扇とかもあるし、キャビネとか。せっかくなんかこの色で統一してるから、これで統一しちゃおう。よし。まあ実際こんなもんか。できたできた。キッチンの方はあとは飯食うところだな。マイルーム、これだな。俺は飯食うときいつも自分の机で食っちゃうからな。これこうやって広げることができるんだ。へえ、意外と便利なんだな。まあ俺は使ってるのこの安い椅子だからな。ただ椅子はこういうなんかちょ高級なやつ使ってんだよな。バウヒュッテのやつだね。でパソコンか。まあイケてる中級デスクトップ、オールインワンの高性能 PC。 4000円か、たっけえな。混沌を呼ぶポータブルコンピューター。まあこれいいか。ただこれだと友達が来た時になんか飯食えねえよな。普通のテーブルとかがいいかな。もうコーヒーテーブルしかねえな。ダイニングルーム、これか。でも基本一人だしな。まあこのチャッチー椅子でいっか。椅子とテーブルでいっか。まあなんか友達も大していねえだろうしな。せめて窓はなんかおしゃれなものがいいな。カーテン、これか。こっちから選ぶか窓は。窓ない。窓もいろいろとあるわな。観察者これはちょっとでかすぎるしな。もっと光あれ。ちょっともっと光あれよりかは普通の窓が欲しいな。ほぼ堅牢な安全窓。モダンな日よけ。なんかもうちょっとなんか普通の窓とかねえかな。これか。内緒話。世界を映る窓が。窓悩むな。あでも実際でもこういう8枚窓ガラス、あでもこういうのが多いか。キッチンの方が意外とこういう窓あるんだよな。で。あとこっちか。メガウィンドウ。意外とこういう感じでいっか。
で、カーテンねえとな、プライバシーも何もないな。ちっちゃい窓に合うやつはねえかな。キャビンブラインド、これだとなんかオーバーキルな気がするしな。UV キャッチャー、天木製天窓、そういうのもあんのか。でもそういうわけじゃねえんだよな。カーテンねえのかな、この世界って。これでいっか。よいしょと、あと5000か。あ、でも実際意外とこんなもんでいいんじゃねえかな。うん、あとポスターとかか。バニートーテム、これかわいいな。これちょっとかわいいな。ちょっとなんか貼りたいと思ったわ。まあでも、あとそっか、時計か。時計な、ドデカゴン現代時計。ここに置いとこう。で、そうだ、明かりか、あと。キッチンって言ったら、まあ、これも、これが多いか。この、こういう形が多いか。で、ナイトスタンドで、机に置くやつが欲しいんだけど、なんかちょっとこれだって変だしな。あ、でもこれでいいか。よし、どうだ、意外となんか形整ってきたんじゃないかな。意外となんかシャレオツだと思うんだよね。で、壁か。コンクリートチッパー嫌だもんな。壁は、壁な、ドライウォール、ベーシック暗色系、ベーシックパステル、ベーシックパステルこっちだな。風呂場はな、でも純朴な壁、漆喰で完璧に、漆喰まみれ。でも風呂場ってなんか落ち着く雰囲気がいいんだよな。タイル、タイルな、風呂場全部タイルか。それよりかはなんか普通の漆喰のような方がいいとは思うんだよな。パネル、石造り、これは外系だな。これでいっか。で、こっちの部屋は、もうちょっとこう凝るか。なんかこれもなんか結構動物の森思い出すな。こういう感じの壁あったよね。砂漠の空か。こうちょっと白に近いのがいいな。こんな感じでいっか。よし、で外だな。あとはどういう感じにするかって感じだよな。あ、これいいな。で、あとは屋根か。屋根な、屋根が一番悩むんだよな。
なんかちょっと可愛くないな。もうちょっとこう可愛らしい屋根がいいんだけど、これちょっと出っ張ってる感じはどうだろう。でもそれだとなんかダメだな。これだな、やっぱり。じゃあ切り妻部屋やるかな。よいしょっと。意外とね、屋根って大事だよね。家の家宝を作る感じ、家庭では。あれも意外と結構綺麗にできたんじゃねえの。で、忘れずに壁塗ってと。で、か、屋根はな、この瓦っぽくていいんじゃねえかな。 OK。 あ、意外と完成したかもしんねえな、マイホーム。どうよみんな、俺の家は一人暮らしだよ。よし、じゃあ早速、再開をするにはどうすればいいんだ。ビルダーモードの方をこれを終わりにしたいんだ。デザインツールってなんだ。まあそれ置いといてな。地下とかもあるんだよな。生活モードこれか。で、おお、シムがひらめき状態で料理を従っています。ひらめき状態のシムはより良い料理を作ります。 OK。 じゃあ早速、料理をしてみようか。何がいいかね。グリルチーズで一回、一人前で。チームの料理スキルが上がりました。習得できるスキルは他にもたくさんあります。このパネルを開いてスキルについて確認してみてください。うん、どれだ。あ、これか。テレビゲーム。おーおーおお、鬼太郎は新たな料理スキルを取得したことで美味しくて分かりやすい王道の味を作ることができるようになりました。美味しい。スキルレベルが上がればさらにレシピがアンロックされます。やったじゃん鬼太郎。スキル構成中、パネルのスキルの上にカーソルを合わせると。ああ、そういうことね。ネガティブな感情、ムードレッド、不潔、明らかにホリホリが溜まっています。おかしいでしょ、これ新築の家だぞ。一応精神状態、衛生状態が悪いためシムは不快です。臭い。感情にカーソルを合わせると説明が表示されると。全ての感情はシムに異なる影響を与えますと。ふん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 。シャワーをクリックして不潔なムードレッドを除去したり、自身で気をつけて、気をつけてさせましょう。気をつけてさせましょう。シャワー中のムードレッドの緑に矢印が分かりますか。これはムードレッドが修正されていることを分かります。どれだ。これではないよな。シャワー浴びるかためにまた不動から入って着替えてまた脱いでシャワー浴びるのか。あ、これは欲求パネル。キャリア、
ああ、あとお仕事もしないといけないもんな。シムはシムオリオンを持っています。お金だね。シムオリオンは新しい世帯用のアイテムの購入やアクティビティの資金に使えます。キャリアパネル、これか。3では確か俺、医者になってたら、どっかで将軍、なんかあれはないのでしょうか。私は大将になってこう軍を率いていきたいんですけどね。ないか。へえ。エンターテイナーは俺やだな。カリスマ技術者、ライブチャットのサポートエージェント。あなたほどのプログラミングスキルの持ち主に大学は必要ありません。今まさにチャンスの実がたまばに実っています。あ、 e スポーツゲーマーとか意外と面白いかもしんないね。実際俺も YouTube とかでいろいろとなんかやってるわけだし、じゃあ e スポーツゲーマーに向かっていくか。キャリアゴール、仕事を持つシムには昇進するために完了しなければならない目標があります。昇進すれば給料が上がり、より興味深いキャリアが開けます。昇進、プレイヤーとしての目標の一つはキャリアにおいて最高レベルに到着することです。キャリアアイコンにカーソルを重ねれば昇進の仕方を調べることができます。願望と特質、結構あるんだな。願望パネル、満足度、気まぐれおよび願望目標を達成したシムは満足ポイントを得ます。ポイントを使ってシムに報酬を購入することができます。アップグレードかな。シムは最初から満足ポイントを少し持っていません。何か試しで買ってみましょう。願望を変更する、所持品、アイテムか。さまようシビト、すっげえなんか本持ってんなお前。なるほど、こんな感じで置くのね。コンピューター名人、プログラムとともに合計5時間テレビゲームで遊ぶ。んー、インスタントグリーン、インスタントハッピー、まあ、いろいろとあるんだな。コンピューター名人でいっか。ゲームをプレイ、キャリア、接待、筆筆、ジョークを書く、メモ帳を開く、ウェブ、黒木文句を調べる、ウェブサイトを観覧する。まあ、ちょっとお前パソコンゲームしたいのは分かるけど、たまにはちょっと運動もしようぜ。フィットネススキルを習得しました。北野の新たなフィットネススキルのおかげで運動器具でさまざまなトレーニングをすることができるようになりました。へえ。ていうか俺の周りがなんか全然ガラッガラやんけ。じゃあ行ってらっしゃいと思ったら戻ってきたか。そっか、お前戻ってきちゃったか。お前ちょっと走っただけじゃねえかよ。しょうもねえやつだな。まあ本も読むのも大好きだからな俺は。日課ゲームをプレイするばかり、あ、始めたばかりか。あと友達も作んねえといけねえのか。なんか適当になんかこう捕まえていくしかねえか。あいつ、まあなんか
家の前に来たやつに挨拶しよう。ここは日本だとすると女の子に挨拶しただけで通報されるからね、やめとこう。よし、ちょっと、じゃあゲームするか。ちょっと待って、ちょっとあいつに俺の最初の友達 の犠牲者となってもらおう。太ってんなお前。おいっす。おいガキ、ちょっと人と話してるところで間区切っていくのはちょっとルードだと思うんだよな。今日のことを聞く。まあ無難にちょっとそう聞いてみるか。今日はいい天気ですね。おいっす。こいつの名前なんだ。リチャードソン・ワイアット、大人、知り合い、キャリア不明か。こいつ結婚してんのか。まあ最近こっちに引っ越してきた水鍋鬼太郎です。ああ、そっか、緊張しちゃうんだよな。そっかそっか、まあ意外と俺もそんな感じもあるわな。友達になれるといいんだけどな。そしたらあんまり緊張はしなくてもいいと思うけど、まあ、じゃあ風呂に入ってゆっくりリラックスすればしますかね。で、誰かに不満をぶちまける。おう、よいしょと。てか、そっか、調理したやつずっと置いたままだったのか。お前食えよ、そこに置いたんだったら。いや、なんかお前食うためだけに作ったんじゃないのかよ、普通。やったぜ。しかしジョークを誰かに言いたくて仕方ないということがおかしいんだよな。てか電話番号お前交換したんかい、すげえな。じゃあ飯食ったら、悪い後味、出来損ないの量で食べた結果、それになんか不満ぶちまけられないのかい君は。てか友達ではないんだな、まだ。まあもっと料理うまくなんないとダメだな。じゃあじゃあちょっとマカロニチーズでも作ってみるか。もしかしたらこっちの方は美味しいかもしんない。お前な、下手くそだな。マカロニチーズ食べようぜ。あと片付けようぜ。あとも、しかしたら意外とまずいのかもしんないね。あ、そっか、俺一人いる方が好きだもんな。あと片付けようぜ。はい、よいよい、またまずかったんかよお前。しょうがねえな。で、誰かに電話をする。じゃあまたワイアットに犠牲になってもらうか。幸せ、上機嫌、なんかヘブン状態みたいな顔だな。よいしょと。じゃああとは本読んでくれ。であとゲームをするのもいいかもしれないね。
レベルアップしたね。ああ体力とかあるのか。ああこっちでスタート見るのね。でテレビゲームレベル2になったから、一昔前はテレビゲームがいくら上手でも兄弟自慢できる程度でした。うん、テレビゲームスキルはコンピューター、モーションゲーム機およびタブレットを使ってあげることができます。このスキルを上げれば新しいテレビゲームソーシャルやコンピューターのアクションをアンロックすることができます。と、じゃあ次はプログラミングの練習をしようかなと思ったけど、もう夜遅いな。寝ようか。じゃあそろそろ寝ようか。うん、疲れたの分かったからもう寝ようね。でプログラミングスキルは上がったけど、まあ寝て明日のためにねエネルギーを蓄えましょう。お金稼がねえとな。やっぱ今日は月曜日、まだ仕事しなくていいのか。やったぜ。結構ロングスリーパーだな。よいしょと、じゃあプログラミングの練習するかと思ったけど、朝飯作んないといけないんじゃないか。うん、何食うか。グリードチーズでいいかな。じゃちょっとプログラミングするよりかは、ちょっとあの簡単に飯を食ってでも、簡単にあの飯食ってあの腹を満たさないとな。ていうかこれ水腐りかけてんじゃん。ダメじゃん、汚ねえな、体悪くするぞ。ああ、こ茶がうめえな。意外とお前ゆっくり食うんだな。俺は早くさ、他のことしたいからパッパッパッと食っちゃうんだよね。よし。ちょっとひでえな、俺はそんなことしねえぞ。さて、じゃあちょっとプログラミングの練習の方もやっていきましょう。カメラオプションな、スクリーンショット録画とかあるのか。深い暴行の限界。お前それは勝手に使えよ。分かった分かった、あの暴行爆発しそうだったんだね、ごめんよ。そのニコニコ動画のさ、なんか嫁がさおしっこ我慢するとかのことしなくていいから。し、誰かをハグする。お前一匹狼じゃなかったのかよ。お、プログラミングスキル上がったね。プログラミングなんかハッキングとかするとなんかできたりとかするんだっけ。まあ、コンピューターのハッキングできるようになると。まあ、完全にパソコン野郎だな。実績、内向的な人。内向的で悪かったな。よし、これでコンピューター名人ができたね。じゃあちょっとシャワーに浴びてから、じゃあ外歩こうかな。シムに24時間中一切の社交的な活動をさせない。なかなかそれはそれでひどい気がする。あー今日もいい天気だったな。だけどなんかジムとか行けねえのかな。
止まった、お前タイミング悪いな。ワールド選択に戻る DLC な。もうこれは買ってないからあれだけど、これどうやって戻るんだ。移動キャンセル、これだ。今いるわしら遊ぼう。あ、いいよ別にいいよ。なんだよお前、これから今遊ぼうぜって言ってそっちさ断るの、いやなしにしようぜ。ちょっとそれひどいわ、俺傷ついたわ。しょうがねえやつだな。ちょっとあいつと話すか。シャロの真ん中で話すのやめた方がいいと思うんだよね。どうも。1日を明るくする、別にいいんじゃね、それでも。友達増えるといいんだけどな。何語だよ、シム語か。この人クリエイティブか。クリエイティブな。ちょっと待った、ちょっとゲーム戦略をちょっと話そうぜ。不安な気持ちを誰かと共有する、自虐的ギャグ。退屈な会話。あ、ちょっと下がっちゃったね。なんかちょっと前途多難って感じがしなくもねえな。シャワー浴びよう。あんまりシャワー入りすぎると体に悪いんだよな。あと腹減ったんか、みんなから隠れるってどういうこと。あー、穴が入ったら入りたい。なんとも気まずい会話でした。ふてねえじゃねえかよそれ。しょうがねえな。あとまあ腹減ったから何食うか。料理もどんどんやってうまくなんねえとな。バンデメルトっていうの作ってみるか。まあ料理の方も頑張って上げていかないといけないな。お前ちょっとなんか捨ててなかった。あ、お前さ、俺さ初日なのにどういうことなの？いや消防署とか来ないのかな？消化しろよ、うん、消化しよね。ちょっとパニックってても仕方ないんだよな。鬼太郎は自分の区画で起こった最近の火事で被害として、ちょっと早かったね今の。これか。最近の火事で被害を受けたものの保険の支払いとして280円なのか分かんないけど受け取りました。マジか、なんかすっげえ悲しいな。これなんかこれの上の方もなんか火事でダメージになってねえか。いやこういう色だから大丈夫か、元から。
いやびっくりしたな、まあ、いきなり火事を受けるとは思わなかったもん。消防士、火を消した結果、床に火を消せば支部の地震に火がつきます。そうか、シュールだなお前は。品質素晴らしいか。鬼太郎、俺やお前のことはよく分かんなくなってきたよ。かなり美味しい、とても美味しい料理でした。よかったね。でお前はちょっと座る前にトイレ行こうか。さてと、まあこんなもんかね実際。いやーちょっとキャラクター作ったり火事起きたり、なんか他の人と話してなんか恥ずかしがったりとかいろいろとありましたけどね。まあまあ善と多難って感じですけど、楽しんでいただけたら幸いです。このシリーズはまあ週1ぐらいでやっていこうかななんて思ってますし、まあ1時間2時間、まあ結構長い感じで動画撮ろうと思ってるんでね、よろしくお願いします。ということで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。